こんにちは。F16 の体験版始めていこうと思います。今回からはアバターと音声もつけてやっていこうと思います。では、開始します。ボイス言語結構種類多いな。日本語。画質優先で。サウンド視覚表現。オンで。ストーリーフォーカス、アクションフォーカス。これはアクションかな。これで。歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかし、いつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。色分けは何やろ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。音声が SE が緑。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。
いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。何それ。そろそろ出るぞ。抜かるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。分かってる。こっちだ、ついてこい。動けない。軽い。回転が軽い。この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。移動制限かかってるから走ったり。セーブしたり拡充設定を行うことができる。とりあえずセーブ。お。例えばちょっといいな。ションフォーカス。この辺でいつでも変えれる。左右の移動速度カメラもちょっと生で早く来ないか。おい、急ぐぞ。なるほど。始まりやがった。
か、主人公。鉄王国の奴ら、むちゃくちゃしやがる。シバが出るまで、ダルミキア軍が持てばいいがな。なんだよ。門へ行け、急げ、早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。ちょこっと慎まぬか。陛下のウォルド王の御前だぞ。これが我らの結論です。何それ、水？何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか？それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぞ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョウ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。鉄王国が悪者と格の違いってやつを。手放しでやられそう。フーガ。ベネディクト。気をつけてね。増票など召喚獣の前では散り役だ。俺の力を疑ってるのか。いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうがすぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったらいい頃合いだ。俺たちも行くぞ。
と長押しすることで表示される。アクティブタイムロではメインストーリー上の重要要素となるキーワードを進行に合わせて確認することができる。ダルメキア共和国の東部に位置する渓谷。暗殺部隊、ドミナントの暗殺を目的に組織された部隊。ドミナントとは刻印、奴隷を管理するために頬に刻まれる印。なるほど。奴隷と。ダルメキア共和国。なるほど。鉄王国軍。鉄王国の正規軍。なるほど。サウンド表現はあっちの部屋から消したい。どうする？行くしかない。先に行け。待て。何か様子か。召喚獣を出してきたから。ダルメキアでもない。鉄王国の芝だ。本当に嫌がった。行くぞ。Thank you.
もたもたするな、ワイバーン。急げ。ワイバーン、ワイバーン。しっかりしろ。任務はまだ終わってないんだぞ。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、五千円に答えてみせられよ。ちょっと取り上げて。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。近くで剣で武器する。スト最大4回まで連続攻撃だ。おお、なかなかやりますね。反撃の隙を与えぬよう連続で。お見事。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法の腕はどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、解くと見せていただきましょう。さあ、火の魔法を見せてごらんなさい。三角で魔法攻撃する。遠距離から攻撃する。はい。Get it!
見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。政治は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。R1 で回避行動、敵の攻撃を回避することができる。また敵の攻撃に合わせて適切なタイミングで回避すると、攻撃を仕掛けてきた敵の動きに一定時間を指す。はい、なるほど。はい、うん、さすがに身が軽くていらっしゃる。これほどの動きを見せるとは。すごいわ。攻めの姿勢は買うが、今はその時でも。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ追いつけますかな。つくとは、フェニックスシフトで接近する。フェニックスシフト、まるで発動。さすがですね。ですがいくら類稀な力を持っていても、戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。はい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。メニューのアイテムから使用できるほか、アイテムショートカットに登録することができる。どうやって使うんですか。戦闘中でも上、右、下ですぐに使うことができる。アイテムの使用やショートカットの登録は戦闘中でもできるだけ。覚えておくと便利。なるほど。これで。よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため、自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょう。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああ、やってやるとも。さあクライブ様、かかってきなさい。視力スキルゲージが表示されます。スキルゲージを削り切ると敵がしばらく敵側の状態となり、しばらく動かなくなるため大ダメージを狙うことができる。兄さん絶対に勝てるよ。あなたならきっと大丈夫。やるなやるなやるな。
アビリティは R2 プラス四角で発動し、現代ダメージアタックはあります。はい、なるほど、これはどうやら本気でやらねばこちらが危うい。やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている、持ち場に戻れ。何それ、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどほら見ろ、今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。太后妃、いけません、このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュア、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。さあジョシュア、殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あ、まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。
って収納したい。手を上げよう。お帰りなさい父上。ありがとう上司は。大事はなかったか。ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガル静かに。これやめろ。そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。ご無事のお戻り何よりでございました父上。近いうちに戦になる。覚悟しておけ。ここまで切迫しているんですか。後で越見の間に話がある。はい父殿下。この子にもうないんだろうな。敗散。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。R3 を長押しすることでメインストーリーの目的先を示す。何やらや進行、現在進撃方向を知ることができる。なるほど。忘れそう。戦になるの。おそらくな。話を聞いてみないと。いいか、ジョシュア様に守られるんじゃない。俺たちが守るんだ。分かってる。命に代えても使命は果たすよ。心がクライブ様のチョコボは今日も元気ですよな。アンブロシア。アンブロシア。さあ仕事にかかってくれ。にキラキラした破片に触れると落ちてるアイテムを入手することができる。アナベラ様はお厳しいのでな。夜だけでお任せください。その調子でキビキビ働いてくれ。いつまでも鉄王国に好き勝手させるか。ロザリアの聖地。ただいま、クリスタルの検品中です。完了次第、皆に配給いたします。気をつけろよ。
ああ、これはクライブ様。お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。はは、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。夕下の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。クライブ様と姫様の仲の良いこと、きっとお越し入れも近いわね。飲み水についてはご安心を。ベアラーに魔法で供給させております。今年の小麦の収穫はどうかしら。行くと続きで打ち方心配だけど、今のうちから備えておきましょう。こっちは静かね。クライブの能力を確認することはできます。アイテムを選択して資格をした後、上右下ヘンゼル化に登録する。はい、ロザリアンオース。ロザリア公国の首都ロザリスにある城、クライブ。
クライブ様、ただいまベアラーに魔法を使わせ庭木の手入れを行っております。急ぎ終わらせますのでしばしお待ちを。あの子の庭。兄さん、戦が不安か。フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。また後でね兄さん。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん、楽にしろ。こんだけか、めんどくさいな。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かれば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい、それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました殿下。話は以上だ。
今日のところは早めに休め。はい、失礼します。あれか、もしかしてみんなして持ち上げて落とすつもりか。こたびの戦、マザークリスタルの問題だけではありません。風の大陸進出の足がかりを鉄王国に与えることだけはあってはならないのです。分かってる。奴らにロザリアの地は踏ませないさ。父上とジョシアを頼む。お任せください。クライブ様もご分を。まずは明日の任務です。そのためにも早めにお休みください。お帰りなさいませ、クライブ様。どのくらいかかるのです？長くはない。四五日といったところだ。ジョシュアの動向を。お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天啓を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみだから。何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を継ぐ身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地位に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる？そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。分かんない。考えてるか分からへん。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。
あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。いってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルの加護があらんことを。我ら炎の民、仏像の盾とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。
か。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。なんて読まれた。サポートアクセサリーとアクセサリーとして身につけるだけでボタン一つで自動的に多彩な攻撃をしたり敵からの攻撃を返してくれる効果を持つ特殊な装備。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。近くで剣による攻撃が命中したときにタイミングよく三角を押すと攻撃したときに棒で突撃する。マジックバーストが発動。マジックバーストは敵にダメージを与えるほか、強敵のウィルゲージを受けることができる。
ゴブリン族、報告の通りだ。このまま奥の方も探ってみましょう。村の跡地か。どうかご用心を。探査をしとこう。アビリティ。なるほど。ここもしとこう。キャラごとのアイコンはないな。やはりいたか。
だ。クライブ様、魔法を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。カイラ、手分けするぞ。やっ、やっ、この先に村の広場があったはずだ。なんだか嫌な予感がするぜ。誘い込まれたか、クライブ様。ああ、いるな。何が何が。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を抜くなよ。やってやるぜ。やっ、あとはあいつだけだ。することが重要となる。またウィルゲージを削って敵を手札にさせることも、これも分かりました。はい、今の一撃を食らわぬよう動きをよく見て回避を。ああ、分かってる。削ると一時的に敵を減らせることができる。なるほど。リクダウンしてる間、敵を渡ることにダメージが増加し、最大で 1.5 倍になっております。そのためにより大きなダメージだと狙うことができる。またこの間に与えたダメージは敵がテイクダウンから回復した時にトータルダメージとして表示させるされる。なるほど。
の攻撃に合わせてタイミングよく近くで剣による攻撃を繰り出すと攻撃を受け流すパリが発生する。この時一時的に敵に隙が生じ、また一定時間だけ敵の流れが遅くなるため戦闘を有利に進めることができる。なるほど、これか。何らかの目的を達したときには報酬画面が表示される。はい、ハードレザーアームレット。カシラ倒しないぞ。カシラ自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すな。新たに入手した武器や防具はメインメニューの装備から身につける装備の変更をすることができる。はい、いたぞ。ミックスシフトしよう。ミックスシフト。あいつ。逃げ場はないぞ。止まれ。
かる。敵の敵との戦闘中に攻撃イベントが発生する。戦闘中にこの画面やった場合は時間内に四角を押すことで敵を攻撃できる。はい。特定の敵との戦闘中には回避イベントが発生する。今度は回避か。時間内に R1 を押すことで敵の攻撃を回避できる。はい、やらせるか。このまま押し切りましょう。アルゴル。どうぞ。すまない、参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。ここの村は、そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？
そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン、ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてくださいもっとエルもっと話を。さあブレイコーだ、楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないよな、うん、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。騒ぐんか。どうした。宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ。女子は召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、さつらなれ炎の旅、不死鳥の翼のもと、悠久の風の大地に。お前たち声が小さいぞ。一人でついてきたなんて、本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけはナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル退治の英雄、みんな兄さんを慕って。モルボル、そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。
羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが大公となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期大公たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。ほら、まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね、先に休むよ。おやすみトルガル。物資の搬入だ。暗殺者乗ってんで、絶対。え、なんかちゃんと見ろよ。お疲れさん、ずいぶん遅かったな。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくてな。何を。策が整いました。そう、うん、手はず通りに。これは。
ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが、詳細は不明。すでに火の手が回っています。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。敵が入り込んでいるのですか？ええ、かなりの被害が出ているようです。今のは？ここは僕が。火が回ってる。お下がりください、ジョシュア様。いいえ、大丈夫、やれます。さあ、呼吸を整えて。国なのに、なぜ？フェニックスだな。くそ、
傷が深い。治療なら僕が。よし、そう。大丈夫、必ず助けます。お願いします。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだ、ウェイド。この恩は決して忘れん。ありがたき、お言葉。ここにも火が。こっちだ、早く裏口へ。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、ロザリスに届けばよいが。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシュアを連れて脱出を。そんな、兄さんも一緒に行こう。兄さんは僕のナイトだ。そうでしょ。だからさ、俺はお前を守るためにここで奴らを止める。生き残った者は北門に集う手はずです。お早く。俺は使命に従う。お前も使命に従え。うん、分かった。父上を守るんだ。任せたぞ、ジョシュア。
せ。一気に片付ける。容易に。クライブ様は魔法兵を。こちらは私が引きつけます。クライブ様、隊長はご無事ですか？大丈夫。それより父上とジョシュアが心配だ。先を急ごう。怪我大丈夫だ。竜騎士を送り込んでくるとはザンブレクの奴らめ、戦を始めたいのか。いや、それにしては兵が少ない。ここを落とす気はないな。目的は何だ。もういいだろう、父上と合流する。クライブ様、
お待ちを。出発前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、まだ兵の中に。父上とジョシュアが危ない。急ぎましょう。馬を。殿下、ご無事でしたか。ご苦労。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシュアの護衛を頼む。ジョシュア乗れ。父上。残念ながら殿下、それは叶いません。裏切ったか。下がれブレーモノ。逃げよジョシュア、逃げよ。殿下。気を失ってる。くそ、何かあったんだ。ジョシュア。クライブ様、お下がりください。クライブ。すまない、アンブロシア。将軍、アンブロシアを早く。ジョシュア、苦しいのか。こんな時に俺はあいつのナイトだ。ジョシュアを守らなきゃ。どうすれば。クライブ。
フェニックスの他に。将軍。この戦闘において召喚獣フェニックスは次のアクションアビリティを行うことができる。狙う攻撃を使い、この照準が合うと円の表示が大きくなるため、
やめろ、やめろ、それは弟なんだ、やめてくれ。兄さん、ジョジョ、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。信仰芸家のお作りになる新たな世界に全てを託すだけです。そうですか。アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません、殺しなさい。いえ、それはフェニックスの祝福を受けている雑卒にはなるでしょう。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。それで行け。おい、起きろ。これからこき使ってやる。ジョシュア。終わり。めっちゃ続き気になるやん。終わった。クリア済みのセーブデータを作成します。クリア済みのセーブデータは製品版に引き継ぐことで、製品版でファイナルファンタジー16デモの直後から物語を始め開始することができます。なおこのクリア済みデータはセーブデータはファイナルファンタジー16デモでロードすることはできません。なるほど。はい、新規。こういうタイプ。初
召喚獣アクショントライアルについて、タイトル画面から物語の一部を用いて召喚獣のヒートアビリティを使った戦闘体験できる特別なモードを遊ぶことができるようになりました。はいはい。なるほど。話すごい気になるね。あとはアクション、バトル部分がだいぶすごい簡単なアクションで、なんというか、まあ、ガチャガチャやってても楽しめるのは面白かったな。まあ、製品版出たらまたどうしようかな、やろうかな。じゃあ配信の方はこれで終わります。お疲れ様です。